2023年、熊本県にある雑居ビルで、全身を布で巻いた女性の遺体が発見されるという事件が発生しました。雑居ビルは8階建てになっており、現場となった7階は空き店舗、エレベーターは2基設置され、1つは6階までの移動用、残りの1つは7階への直通ですが、現在は稼働していません。なぜ彼女は命を奪われたのか、事件後に亡くなった男性は犯人だったのか、今回は謎が多い。熊本女性布事件の真相に迫ります。まずは事件概要からご説明します。2023年5月29日午後8時45分、熊本県熊本市中央区南坪井町1丁目にある雑居ビルの7階で、全身を布で巻かれた女性の遺体が見つかりました。発見したのは捜査員。身元は雑居ビルから東へ500メートル離れた南千段畑町のマンションに住む派遣社員の辰島ありささん、当時に19歳で、当日午前1時ごろ、ありささんの父親から捜索願いが提出され、下通りアーケード街の防犯カメラ映像を確認しながら足取りを追っていたところだったのです。遺体は毛布でぐるぐる巻きにされたミイラ状態で、司法解剖の結果、首を絞められた跡や外傷もなく、亡くなった原因は窒息と判明しました。ありささんは裸足で靴やバッグ、スマホも残されておらず、現場となった雑居ビルは1階に衣料品店、2階は美容院、3階から6階が住居、7階と8階は空きテナントで、もともとはカラオケ店が入居していたのです。そのため設置されたエレベーターは1階から6階へ続く1基と、7階や8階へ直通する1基に分けられています。しかし7階へ行くエレベーターは熊本地震後、カラオケ店が撤退すると同時に停止、鍵を回して操作しなければ動きません。住人用のエレベーターにも階数表示はありますが、7階や8階を押してもランプが点灯するだけ。遺体を担いで非常階段を上れば7階へ行けますが、入り口は鍵がかけられており、フロアに入れない。つまり7階へのエレベーターとフロアの鍵を自由に扱える人物でなければこの犯行は難しいのです。では時系列で経過をお伝えします。事件前日の5月28日午前1時ごろ、ありささんはアルバイト先の店を退店し、同居する男性へこれから帰るとメッセージを送りました。ところがいつもなら20分ほどで帰ってくるにもかかわらず、今日に限って帰ってこないし連絡も取れない。心配した男性はその日の夜に彼女の両親へ電話。翌29日午前1時ごろ、父親から捜索願いが提出され、冒頭でお伝えした事件へ発展します。警察はなぜこの雑居ビルへたどり着いたのでしょうか。報道された内容では、現場付近の防犯カメラにありささんと思われる女性と男性がビルへ入る場面が映っていました。しかしビルから出てきたのは男だけで、彼女は映っていない。そこでこの男が何らかの事情を知っているものとして、映像に映ったエレベーターを保守点検する従業員へ事情聴取しようとした矢先、事件から2日後の5月30日朝、30代の従業員が出勤していないことから自宅を訪れ、亡くなっていたと判明したのです。しかし警察はこの男が事件に関与したかどうか明らかにしておらず、ありささんの命を奪った犯人かどうか断定されていません。次に彼女の生い立ちについて少しご紹介します。ありささんは地元の小学校を卒業した後、キリスト系の私立中学へ進学し、高校は熊本県内にある公立の進学校へ進みました。高校時代に交際していた男性と結婚し、広島へ転居、5年後に離婚を経て熊本へ戻ります。コールセンターの派遣社員として働きながら、夜は飲食店のアルバイトに従事し、ネイリストの資格を取ろうと奮闘、同居する恋人との将来へ向け考え始めたところだったようです。エレベーターを保守点検する男と彼女には接点がありません。そのためこの男を犯人と断定する根拠がなく、不審な点は多くとも容疑者にすらできませんでした。亡くなった男は犯人だったのでしょうか。雑居ビルの名前は耐震第12ビル。近隣住民によれば、下通りアーケード街は午前0時を過ぎると、電気が消灯され街灯のみになる。昼間は明るいけど、夜は薄暗くて寂しいから、特別な用事がない限りは出歩かないと。その証拠に居酒屋でアルバイトする女性は閉店作業を終え、午前0時に退店した際、黒いパーカーを着た見知らぬ男性に、久しぶり、
と声をかけられました。自分を呼んだ名前が異なっていたことから不審に思い母親へ電話をかけながら走って逃げたら、いつの間にか男性は姿を消し、その2週間後アリサさんの事件が発生。そのため職場へは母親の送迎なくして通えない状態となり、怖すぎて怯えることしかできなかったと語っています。怪しい人物としては5月28日雑居ビルのエレベーター前で作業服姿の30代に見える不審な男が目撃されました。散歩から帰ってきた住人によれば、何かごとごと音がしなかったかと質問され、黒いズボンと灰色の上着を身につけ、修理業者の雰囲気を感じたと話していますが、ビルに入居した店舗によればエレベーターの工事があるとは知らされていません。もう一つはビルの近くで2人組の不審な男女が目撃されたというもの。その2人は懐中電灯を持ち周辺をうろついていたと言われています。女の方は黒いワンピースを着ており、この人物はアリサさんの元夫の新しい結婚相手アキテナントの鍵を受け取るため亡くなった従業員へ接触していたという情報もネット上で噂になりました。ただしこれはあくまでも噂なので信憑性は薄いかもしれません。エレベーター保守点検会社の上司は亡くなった従業員について何とも言えないとコメントし、仕事ぶりや人柄に関する情報も発言していませんが、男性が30代であることから5月28日エレベーター前に現れた作業服姿の男と一致するのではないでしょうか。現在のところそれを証明する材料は存在しておらず、目撃証言との比較になりますが、ネット上では確度の高い仮説として受け止められています。犯人は雑居ビルでアリサさんを手にかけたのでしょうか。ここからは犯行手口について検証します。遺体が置かれた7階へは停止中のエレベーターを操作して動かすか、もしくは非常階段を上らなければたどり着けません。いずれにしても直通エレベーターと7階フロアへ入る鍵が必要で、それをクリアしない限り誰であっても遺体を動かすことはできないのです。エントランス付近に暴力を振るった痕跡も存在せず、成人女性を担ぎ非常階段を7階まで登るのは難しいことから、強行に及んだ現場は7階と考えて差し支えないでしょう。住人によればエレベーターは月に1回男性2人が点検に訪れていました。いつもは昨時から10時の時間帯で、事件1週間前に40代の作業員が点検したところだったそうです。そのため5月28日にエレベーター前で目撃された人物は点検作業に訪れたわけではなく、犯行現場を下見していたのかもしれません。2人は直通エレベーターあるいは非常階段で7階へ行き、そこで何らかのトラブルに発展して男がアリサさんの命を奪った。住民は5月28日午前2時ごろに女性の悲鳴に似た叫び声を耳にしており、彼女はおそらく7階へ到着してあまり時間を置かず手にかけられたと想定できます。具体的な手口としては催涙スプレーやスタンガンで抵抗させる力を奪い、それから毛布でぐるぐる巻きにして息を立たせた。遺体に外傷がなかったのは毛布で巻く前、すでに抵抗できない状態だったからではないでしょうか。アリサさんはわずかな抵抗を試みて犯人の手に傷をつけた可能性が浮上し、警察が住人に対し手を見せてくださいと確認した情報も流れています。亡くなった男の手に傷があり DNA 鑑定で一致すれば犯人と突き止められますが、容疑者になっていなければ捜査手順上勝手に鑑定するわけにはいきません。さらに確認できるほどの傷がなく令状がない状況では家宅捜査も不可能。仮に彼女の靴やバッグ、スマホやスタンガンを隠し持っていたとしても一般人の私物なので許可なく机の引き出しやクローゼットを開けることはできないのです。証拠となる物証が残されていれば部屋を片付けた家族から任意提出されるはずですが、何の反応も示されない状況を踏まえると持ち去った靴やバッグ、スマホは命を絶つ前に処分したのでしょう。犯行を自供した遺書でも残されていれば展開は変わってきますが、そうでなければ物証もなく状況証拠だけで男を犯人と断定することはできません。続いて犯行動機から考察します。犯人はなぜ遺体をぐるぐる巻きのミイラ状態にしたのでしょうか。犯罪心理学の世界では遺体の顔を布で隠す行為は顔見知りの犯行と言われています。今回は全身を毛布でくるむという状態だったことから、彼女へ好意を持ち
思い通りの答えを得られなかったことで手にかけ、相手を征服したという意味でくるんだのではないでしょうか。後から運ぶつもりで巻いて放置したとも考えられますが、遺体を運び出すなら当日が自然、いくら7階が使われておらず人が上がらない場所だとしても、夜が明けてしまえば人目にさらされるので動かせません。そうであるなら運び出すタイミングは夜のみ、しかも犯人は犯罪の証拠を自分から遠くに置きたがる傾向がほとんど。それにもかかわらず7階へ放置したのは、最初から運び出す意思を持っていなかったからと推察できます。ではなぜ運び出さなかったのでしょうか。ストーカーのような執着から起こした犯行であれば、7階へ置くことで再度自分が訪れてアリサさんを独り占めできる、誰にも邪魔されない、そのような気持ちから放置したかもしれません。他人に渡したくないほど彼女を愛しているなら、全身を毛布でぐるぐる巻きにせず顔が見えるよう対応しそうなものですが、顔が見えるとアリサさんが亡くなった現実を受け入れなければならないため、それを避ける目的と彼女を制したい心理が働き、ミイラ状態の遺体を作り上げたのでしょう。怨恨であれば暴力や刃物による犯行が多いです。それは暴走した感情の行き着く先として、相手より優位になる手段を選ぶから、人によっては直接的関与ではなく放火や突き飛ばして転落させる別の方法を採用するケースもありますが、今回アリサさんに傷一つ残されていなかったことから、導き出せるとすれば男にとって彼女は愛する相手だからこそ、手にかけても首を絞めたりはしなかった。最後に男と彼女の関係性から分析します。これまでお伝えした通り、二人の接点は見つかっていません。過去に交際したこともなければ友人や知人だったわけでもないでしょう。もちろん発表されていない情報もあるかもしれませんが、少なくとも現段階で全く関係性がつながらないのです。要するに男がアリサさんへ好意を寄せるきっかけが不明、しかし彼女は男と一緒に雑居ビルへ入っています。見知らぬ男性から真夜中に声をかけられたら警戒しますが、ある程度顔見知りだったことで緊張感は強くなかった。ちょっと見てもらいたいものがあるからついてきてほしいと頼まれ7階へ誘導された。そこで思いを打ち明けられ、拒否したから命を奪われたのではないでしょうか。昼間のコールセンターは多くが女性の働く職場、夜アルバイトしていた店に客として現れた男がアリサさんへの思いを募らせたと考えられます。ネット上ではその店が水商売に関係する業態ではと騒がれていますが、今のところそれを裏付ける情報は存在していません。この事件は参考人の男が命を絶ち混迷を極めていますが、警察が突破口を見つけ真実が明るみになることを願うばかりです。辰島アリサさんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？